ナンバーアンダーラインアイリジフ2024曲の終わりが近づくと、私の心臓の鼓動も一層激しくなり、最後の一音が鳴り響いた瞬間には、全身が震えるような感覚を覚えた。終演後、私はしばらくその場から動けずにいた。夏の熱気が最高潮に達したある日、私は友人と共に数ヶ月前から待ち望んでいたロックフェスに参加するため、早朝から電車にいられながら会場へと向かっていた。 今回のフェスには、今や全国的な人気を誇るナンバーアンダーライン愛が出演することが決まっており、そのライブを目当てに集まるファンも多い。私はその中でも特にナンバーアンダーライン愛の魅力に取り憑かれた一人であり、彼らの生のパフォーマンスを目にする機会を逃すわけにはいかなかった。会場に到着した瞬間から、独特の高揚感が私を包み込んだ。そこにはすでに多くのファンが集まっており、 みんなが同じ興奮を共有していることが感じられた。フェスティバルの特有の雑踏の中で、人々が歓声を上げたり、笑顔で友人と話し込んだりしている光景は、まるで一つの大きなコミュニティが生まれているかのようだった。そんな中、私たちはステージがよく見える位置を確保するために、早めに行動することにした。長い待ち時間の後、ついにナンバーアンダーラインアイの出番が近づいてきたことを知らせるアナウンスが流れた。 瞬時に会場全体の雰囲気が変わり、期待と緊張が混ざり合った空気があたりを包んだ。私も心臓が高鳴るのを感じながら、視線をステージに向けた。そしてついに、暗転したステージに一筋の光が差し込み、その中に浮かび上がった三人のシルエットが現れた瞬間、私は言葉にできない感動に包まれた。彼らが登場すると、会場中が大きな歓声に包まれた。私もその中で、 自然と拳を突き上げていた。通常のコンサートではペンライトを振るのが主流だが、このフェスではみんなが拳を突き上げ、共に熱狂するという独特のスタイルが新鮮で、それがまた興奮を倍増させていた。そして、ステージ上のナンバーアンダーラインアイの姿は想像以上に力強く、彼らのパフォーマンスはまさに圧巻だった。これまで映像や音源でしか体験したことのなかった彼らのパフォーマンスを、 今こうして生で目にすることができているという現実が、まるで夢のように感じられた。平野翔が持つ圧倒的なカリスマ性、岸優太の力強い歌声、そして神宮寺優太の優雅なダンス。彼ら3人が織りなすパフォーマンスは、まるで魔法のように観客を魅了し、引き込んでいく。会場の一体感はさらに増し、誰もが彼らの一挙一動に注目し、その瞬間を見逃さないようにと集中していた。 そして、彼らが放つエネルギーに会場全体が包まれ、観客一人一人がその熱狂の渦の中に飲み込まれていく感覚があった。私自身も、その瞬間に完全に心を奪われた一人だ。これまで何度もナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを映像で見てきたが、実際に彼らを目の前にして感じるエネルギーは、全く別次元のものだった。平野翔の筋肉が織りなすダイナミックなダンス。 その背後でガン・ユータと神宮寺・ユータが繰り広げる絶妙なハーモニー、これらすべてが一つに結びつき、観客を圧倒的な世界観へと誘っていく。私はその瞬間、彼らが単なるアイドルやアーティストではなく、一つの現象であると確信した。そして、彼らがゴートを披露したとき、会場の興奮はピークに達した。ゴートの力強いビートに合わせて、観客全員が拳を突き上げ、 一体となって盛り上がるその光景は、まさに壮観だった。私もその瞬間、全身で音楽を感じ、彼らと共にこの瞬間を生きているという実感を強く抱いた。曲の終わりが近づくと、私の心臓の鼓動も一層激しくなり、最後の一音が鳴り響いた瞬間には、全身が震えるような感覚を覚えた。その後も続く彼らのパフォーマンスは、まるで時間が止まったかのように感じられた。 一曲一曲があっという間に過ぎ去り、気がつけば全てが終わってしまったという感覚に襲われた。まさに夢のような時間だった。終演後、私はしばらくその場から動けずにいた。興奮と感動がまだ冷めやらぬ中で、私はその瞬間を何度も心の中で反数し、しっかりと記憶に刻み込もうと努めた。帰宅後もその余韻は続いた。私はすぐに SNS を開き、 同じくライブに参加していたファンたちがどのように感じていたのかを知りたくなった。多くのファンが同じように興奮と感動を共有しており、彼らの感想を読むことで、再びあの瞬間の興奮がよみがえってきた。ナンバーアンダーラインアイの魅力がこれほどまでに伝わったライブは初めてだ、彼らのパフォーマンスを目の当たりにして、本当に彼らが特別な存在だと確信した、といったコメントが次々と目に入ってくる。 私はそれらのコメントに共感しながら、改めて自分がどれだけ幸運だったのかを実感した。このフェスに参加できたことは、私にとって一生忘れられない経験となった。そして、その経験を通じて、私はさらにナンバーアンダーライン愛のファンとしての自覚を強くした。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろんのこと、その人柄やファンとの距離感、そして何よりも彼らが持つ圧倒的なエネルギーに、 私は完全に魅了されたのだ。それから数週間後、私は再び彼らのライブに参加する機会を得た。今度はさらに期待が高まり、前回以上にしっかりと彼らのパフォーマンスを記憶に留めようと決意していた。しかし、実際にライブが始まると、またしてもその圧倒的なエネルギーに飲み込まれ、気がつけば全てが終わってしまっていた。まるで時間が一瞬で過ぎ去ったかのような感覚だった。 私の記憶に残ったのは、彼らがステージ上で見せた笑顔、汗、そして観客との一体感だけだった。これまで何度もライブに参加してきたが、彼らのパフォーマンスは毎回新鮮で、いつも新たな驚きと感動を与えてくれる。私はその度に、彼らの成長を感じ、さらに彼らに対する愛着が深まっていくのを感じていた。そして、その成長を見守ることができるということが、 ファンとしてこれ以上ない喜びであると感じるようになった。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、彼らの音楽やダンスだけにとどまらない。彼らが持つ人間性、ファンへの思いやり、そして何よりも常に挑戦し続ける姿勢が、私を含む多くのファンを魅了してやまない。彼らのライブは、ただのエンターテインメントではなく、一つの人生の一部となっていると感じるほどだ。彼らがこれからどのように進化し、 どのような未来を切り開いていくのか、そのすべてを見届けたいという思いが、私の中でますます強くなっている。ライブの余韻に浸りながら、私は改めて彼らの楽曲を聞き返すことが多くなった。曲ごとに込められたメッセージや彼らの思いを感じ取りながら、ますます彼らの世界に引き込まれていく。そして、次のライブが待ち遠しくてたまらなくなるのだ。ライブに参加するたびに、 彼らの音楽が私の生活にどれほど大きな影響を与えているのかを実感する。その影響力は計り知れず、私の心に深く刻まれている。私にとって、ナンバー・アンダーライン愛は単なるアーティスト以上の存在だ。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、私は自分自身を見つめ直し、新たな視点を得ることができた。そして、それが私の生き方にも影響を与え、 日々の生活に活力を与えてくれている。彼らが持つ特別な魅力は、これからも私を魅了し続けるだろう。そして、その魅力をさらに多くの人々に伝え、共有していきたいという思いが、私の中でますます強くなっている。ライブの後、私は再び友人たちとその日の出来事を振り返りながら、彼らのパフォーマンスについて語り合った。みんなが同じように感動し、興奮しているのを見て、 改めてナンバーアンダーライン愛が多くの人々に愛され、影響を与えていることを実感した。彼らの音楽が持つ力、そしてそれを届ける彼ら自身の情熱が、私たちファンの心を強く揺さぶるのだ。これからも彼らの活動を応援し続け、その成長を見守りながら、自分自身も彼らの音楽と共に成長していきたいと心から思う。